エミナカムラはアメリカ合衆国の経済学者。カリフォルニア大学バークレー校の経済学教授であり、全米経済研究所の研究員であり、アメリカンエコノミックレビューの共同編集者でもある。彼女はジョン・ベイツ・クラーク賞を受賞し、2019年にアメリカ芸術科学アカデミーに選出された。彼女は NSF キャリアグラントを受賞しており、2014年には エレイン・ベネット研究賞を受賞し、同年には国際通貨基金によって45歳未満のトップ25エコノミストの一人に選ばれた。彼女はハーバード大学で経済学の博士号をプリンストン大学で AB を取得した。中村の研究は革命硬直性、財政政策の影響、公式統計の測定誤差など、マクロ経済学の経験的問題に焦点を当てている。 米国経済協会からのジョン・ベイツ・ツクラークメダルに対する彼女の引用は中村が企業による価格設定と金融及び財政政策の影響についての理解を大幅に高めたと述べ対処する新しいデータソースを提案する創造性長年の質問である。彼女の最も引用された研究、価格に関する5つの事実で彼女とジョン・スタインソンは測定された 価格変動の多くは、経済状況に対する動的な反応としてではなく、かなり前に予定された一時的な販売によるものであることを示した。これは、経済データが頻繁な価格変動を特徴としても、実質的な価格硬直性を特徴とする、マクロ経済モデルと互換性があることを示唆している。引用された別の著書、通貨同盟の財政刺激策では、 彼女とジョン・スタインソンは、州全体の米国政府の軍事支出の変動を使用して、解放経済政府支出情勢を推定し、1よりも大幅に高い値を見つけている。これは、特にゼロ加減で財政射撃策が算出に大きな影響を与える可能性があるというケインズのマクロ経済モデルの予測を裏付けている。 中村は多数の教長のある経済学者のジョン・スタインソンと結婚し、二人の子供を持っている。中村の父親は、慶応義塾大学卒で、元東芝のエンジニアであった経済学者、中村正岡ナダブリティッシュコロンビア大学名誉教授。母親は、米国人経済学者、アリス・中村カナダ・アルバータ大学教授。兄のケン中村氏が、 米カリフォルニア大学サンフランシスコ校准教授の神経学者、経済学者、ガイオーカットの孫娘である。ありがとうございます。